さあこれでね残すトロフィーは武器、伝説の武器をゲットする。はい、ということで大将伝説の武器くん、現在ゲットしているのが、夜と、炎の剣、マレー家の執行剣、暗月の体験、まあ、いわゆる月光体験って言われるやつだね、遺跡の体験、剣つなぎの体験、虫歯みのショーテル、グラサンの雷、ね、グランサックスだね。グラの時点でグラサンって呼んじゃったけど、グラサンの雷ってなんやねんって、そして、全部で9個あるうちの7個は、現在ゲットしていて、残り足りないものが、黄金律の体験 と、世界ぐらいの王爵、どうやらこの世界ぐらいの王爵ってやつは火山間のイベントを全部こなしていると、そのイベント内で手に入るらしいんだけど、火山間のイベント途中でどっち進めたら正しいのか分からずボス倒すと全部消えちゃったんで、もしかするとこれ取れないかもしれない、一応、崩れゆく、ファルムアズラの NPC ベルナールを倒せばいいんだけど、現状いるかいないか分からないんで、とりあえずね、崩れゆく、ファルムアズラの方がいいみたいなんで、まずそっちに向かってみよう。いなければ、ね、戦学びのボロ屋っていう方で倒すとそっちでもゲットはできるんだけど、まあ、報酬がもらえない。そもそも火山間に誰もいないんで、それもね、とりあえずね、まず行きましょう。ここだね。ここで乱入されるはず。イベントがちゃんと進んでいれば、つまり乱入されないということですね。いや、された。ちょ待って、割と強いこいつら。ちょ、ああ乱入された。しかし4匹同時はきついぞ。来いよ。燃えてる。こいつスタミナ削ってくるぞ。何？やっぱこれチート装備だね。スタミナ減らねえぞ。てか強っ。まあ出血ダメージで。強靭で。ご利用されると辛いね。てか、ガードしてもスタミナ削られないって。本当だったらこれ多分4割ぐらい持っていかれるんだけど、痛すぎ。火属性があるんで完全ノーダメというわけにはいかんのだろう。うわ、入れ入れなぞ。弾掘れそうだねこいつ。敵は1回しか。ちょっと卑怯臭いけど、俺は14回ぐらい飲めるけど。強靭も結構卑怯だよね。
昼の前提でやってたら、まあまだ7回飲めるし大丈夫だろう。反応すれば1回は切れそうだね。実はパリーが奇跡での回復まであるとは恐れ入った。違う、これパラメータアップっぽいね。あと3まで減らされた。強いなこいつ。まあ弾掘れるんかもしれんけどね。よし、よし、くれくれ。おお、一気、いろんなのいっぱいもらったね。冒涜の爪、よかった。ゲルミアの怒り、はい、OK です。これであと最後の一つ、ゲットしに行きましょう。あれ？倒してない、ドラゴン。ああ、ドリューの方だ。ここ結構ね、終盤なんだ。うわあっち！ロックオンしろ。倒してないボスが残ってた。先にね、ダンジョンあるなら行っときたいよ。あそこセーブポイントがあるから。こいつ剣持ってんだけど、これバランス調整されたか。100% カット立てでガードしても 100% カットできなくなった。ちょっとだけど削られるようになってる気がする。そして苦手にして。これはやばい視点だわ。クソ視点ふざけんなよ。とりあえずここのボスを一旦無視して。この辺にお墓、まあダンジョンがあるはずなんで、そこの入り口のセーブポイントを見つけてから、これかな？
僕なかった。ということでここでセーブ。じゃあやりますか。うっとうしいの多いな。せっかくのシールドが。100% になってないね。ちょっとタリスマン。あいつら戦い始めたぞ。へえ、お前ら戦い始めんだ。頑張れ頑張れ。どっちが勝つかな。体重大戦争だいぶ差あるな。あれ俺に変わった。死んだ。もうやだ。クララが勝った。何その動き。無視して尻尾切る方が安定しそうなんだよね、正直。おー、ふざけんなって。あ、カニも呼んでこようぜ、せっかくだし。カニくん、カニくん、ちょっとこっち来ないかい。君もこの戦いに混ぜてあげよう。ゴジラ対ドンキーコングじゃねえ。もう一匹いんじゃん。おいでおいで。あ、大ダウン取られてんだけど、あいつ何やってんの。やれやれ。体重大戦争やっとけ。あいつまだ大ダウン取られてんだけど。てか負けそうだぞこいつ。立った立った、クララが立った。え、こいつボスの風上にも置けんな。
あいつ負けそうだもん。だって怠慢で。なんか長いのが奥の方にも見えてる。一方的になってきたな。ああ死んだか。もう一匹いる、もう一匹いる。あれなんか別のに喧嘩売ってる。カニ君呼んでくる。カニ君こっちおいで。こっち。ジャキーン。どうした。カニ君来てくんないんだよ。この子でいいか。イラハイイラハイ。またあれに反応したね。こっちおいで。こっち。タコ対、ドラゴン。戦え。よし、やれ。魚風呂、魚風呂。やれ、チャンスだ。死んでしまった。まだねほとんど出血使ってないからすぐ出血するはず。うわっ、許されない、許されない。乗り物はね、乗り物で怖い。降りた瞬間にね、もう一回こういう食らって死ぬが怖い。あと 2,3 発。おや、こんなところに弓が。よし。まあ8割方イカくんが、ね、タコくんがダメージ与えてくれたんで。竜の心臓3個。あ、さらに新しい竜の力。でも下手すりゃ怠慢で負けそうだったぞこのドラゴン。いやー、ここね行く前にねお金使いたいな。大丈夫か。